ソーステルベルフ航空基地、または、ユトレヒトスースターベルフ空港とは、オランダのユトレヒト州、スースト基礎自治体のスースターベルク地区にある、軍用空港である。ユトレヒトの東約 15km に位置している。1911年に開設され、1913年以降、オランダ空軍管轄の空港となった。過去40年にわたり在欧アメリカ空軍施設が置かれていたが、 オランダ政府の国防費削減に伴い、2008年12月31日に航空基地が閉鎖された。現在、航空基地の一部は、グライダーの離着陸場として利用されるとともに、アメリカ空軍の地上施設も一部残存している。将来、オランダ空軍の航空博物館がこの基地を利用する予定である。なお、オランダにおいて1万フィート以上の長さの滑走路は、 この航空基地とアムステルダムスキポール空港にしか存在しない。かつてこの航空基地に所在した主な部隊第二次世界大戦中はドイツ空軍が航空基地を占拠し、戦争初期には北海の英国輸送船への攻撃や英国本土への爆撃のため、戦争後期には防空作戦のために利用された。戦後、 基地機能が回復したのは1951年のことでオランダ空軍が利用するようになった。米軍、海 -15 オランダ空軍、CH-471954 年のアメリカ政府との合意によりアメリカ空軍が部隊を置くようになった。アメリカの主力部隊が撤退した後はオランダ空軍がヘリコプター部隊を置いていた。オランダ鉄道電動レダー駅。 ありがとうございます。